はい、じゃあお疲れ様。まっちゃん、なんか片付けるべきことがあれば今やっといて。あ、わかりました。はい、じゃあ第2部、はい、今13時54分なんで、一応ですね、予定では、まあ、1時間ぐらいですかねをこれから時間を使います。で、テーマとしては未来なんですけど、午前中に、今までの自分を振り返り、人生の棚卸しというか、あのどういう感じで今俺ここにいるんだっけみたいなことを少し頭巡らせたと思うので、でこれからはその未来なんですけど、ですね、よく未来のことをじゃあこういう風にワークショップやりましょうっていうと、自分のなりたい姿とか、なんかこれになりたいみたいな話になりがちなんですけど、あんまりそれって意味がないことが多くてですね、なぜかというとなりたい姿っていうのは変わるんですよ。1年半かけて変わったのは、まあ仲間が増えた、仲間が増えたのと、メンターも増えたり、お客さんも数ができたり、SNS 上の影響力もあったり、1年半前の自分の発言と今の自分の発言で影響力を与えられる範囲が増えたかなっていうのが大きく変わったところと、説得力を増したかなと思ってます。その当時何もただ吠えていただけの自分と、その吠えたのに共感をしてくれて集まってくれたりお客さんになってくれた人が増えてはいるので、そこのちょっと自信が増えた。でもまだなんかもっともっとその台風自体を大きくしたいのか、すごい活発に回る台風にしたいのかまだ分かんないんですけど、まあ、でも台風もその広い台風とその低気圧がめっちゃ強い台風なので、はいはいはい、この1年半でより深い低気圧が強い台風になったかもしれない。そうですね、広がりはね、これからも。そうですね、そうですね、より筋肉質。そうですね、はい。そしたら、まあこの未来っていうところなんですが、もうちょっとだけ時間取りましょう。はい、はい、じゃあ一旦10分でどうかな。10分で、今の今自分が喋ったのをブラッシュアップしたり統合したり、リフレーズ、他の言い方に変えられないかっていうのにしたいっていうのを、やってみてください。ある程度完成したと思っている人もさらにいい言い方がないかとか、はい、じゃあ一旦終わりです。そしたら、どうしようかな。ここでじゃあまた改めての発表と、コメントとまたあればちょっとライトパパッとやりたいので、さっきと逆で、じゃあ僕から、じゃあ僕、リュータ、おまちゃん、まさし、みなみさん、はい、僕からで、どうありたいかは、一応明日はこの会社としてのこれとこれとこれを決めていくようなもの、はい、だからあれなんですよ、ポストイットみたいなのが欲しくて、はい、もしその明日行くところにあれば欲しい。まあでもコンビニ買えるか、うん、だからペタペタ、はいはい、